アルルのローマ遺跡とロマネスク様式建造物群はフランス・プロバンス地方にあるユネスコ世界遺産の一つ。アルルは古代ローマ時代にはプロバンス屈指の大都市として繁栄した時期があり、市内の随所に当時の遺跡がある。また、中世にはサンティアゴでコンポステーラの巡礼路のうち南仏を通るトゥールーズの道の支店になっていたことから巡礼者たちで賑わった。 世界遺産に登録されたのは、これらの時代を忍ばせる古代ローマ時代の遺跡、遺構7件とロマネスク期の境界が1件である。また、これらは、世界遺産、フランスのサンティアゴデ・コンポステーラの巡礼路の一部として、重複して登録されている。なお、当初の登録名は、ロマン・アンドロマネスク・モニュメンツ・オブ・アルルだったが、2006年に、アルル、ロマン・アンドロマネスク・モニュメンツに変更された。 以下、ユネスコの登録 ID の順に紹介を行う。円形闘技場は、古代ローマ時代のアンフテアトルムの一つで、1世紀末頃に建造された。当時は3層構造で2万人を収容できたと、されるが、現存するのは2層のみで、最上層は失われている。それでも、アルルに現存する古代ローマ遺跡の中では、最大のものである。現在では、 闘牛や各種イベントに使われている。古代劇場は、紀元前1世紀に作られた劇場跡。中世には採石場とされた後に要塞に転用されたが、19世紀に現在の形に復元された。17世紀にここから発掘されたアルルのビーナス像は、現在ルーブル美術館に収蔵されている。地下回廊とフォルムはセットになっている遺跡である。 地下回廊は紀元前1世紀に作られた。2世紀になってこれを土台とする形で宗教施設が建てられた。その遺構が現在のホルムである。コンスタンティヌスの公衆浴場はコンスタンティヌス一世の地生下で建造された公衆浴場。現存する遺構はカルダリウム、テッピダリウム、サウナ室のみである。ローマの城壁は市内の2カ所に現存する。 もともとアルルは城壁に囲まれた都市だったのだが、古代劇場の建造にあたって、その一部が取り壊された。古代劇場や円形闘技場にほど近い城壁は、取り付けられている、ルドゥートモンともどもその時代に遡る遺構である。他方で、やや北に離れたところにある、カバルリモンを持つ城壁も一部が現存するが、こちらは中世以降に建造されたものである。アリスカンは、 ローマ時代から存在する大墓地である。13世紀頃まで墓所として名高く、多くの墓が作られたが、ルネサンス期以降に美しい彫刻が施された、石棺が持ち去られたり、建材に流用されるなどした。サントロフィーム教会は、アルルの聖トロフィムスの聖遺物が収められている教会。現在の建物の基本は11世紀から12世紀にかけて建造されたものであり、 もともとは大聖堂であった。その後改築を経て、現在の形になったが、1801年に小教区教会に格下げされた。正面入り口のポルタイユは、ロマネスク期の美しい彫刻で飾られている。また、回廊の柱に刻まれた彫刻の数々も有名である。招集会場は、アルラタン博物館の中庭にある遺構 二世紀の石畳と腰掛けが現存している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。